それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴゆうかやばいぜ。流れるようにスムーズだ。すぐこなれそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついていけるのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感、五感のすべてを総動員してこの体に刻みつけて、さあ見せろ超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでも全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、わかった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だ。ヒューゴ先行だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてる。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損したか。なんかつまんない。なんだ、さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそだろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年前。来た今日の前に出てるぜ。行けよ信彦。高級の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。菅田瀬信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。どうだ。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けど、このポジションは5000の挙動は負けだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。
本当に大丈夫なのかな。わかんねえよそんなの、藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東横線は全長25キロと比較的短い路線だから、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦況は藤原なら十分チャンスがある。圭介の言うとは、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。信彦が前だって本当だ。状態がしよし、いいぞ、押さえてる。いけー、下がる。なんだ、信彦じゃない、これはどういうことなんだ。聞くのは過ぎた、ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ、なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってた。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない、あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいいよ。しかしレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑りやすいので、ある程度の重量感で粘着力を加速する。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せ切れず粘着力を加速。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車という弱点だ。つまり東急5線系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無助士のアドバイスもそういうことだったんだよ。アドバイス、何が。チャンスは白楽、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2線の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に急戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてた。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。